なんですよ。皆さんどうでした？卒業ライブ。うん、そういうのね、結構そうですね、高校生メンバーは最後がちょっと時間の関係で出られなかったんですけど、それでもしっかり全力で頑張れたかなって思います。すごい、もう裏でイヤモニで聞いてて、もうみんな号泣してて、本当に私の場合は涙より先に鼻水が出てきたんですけど、本当にすごい泣いちゃってました。みんな、そうですね、綺麗でしたね、本当に。はい、そうですね。それで結構なんか今回いろんな方とお話できたかなって思います。4期のみんなとも結構お話というか、一緒にいたんですけど、そうですね、いやもうれいちゃんがスパルタ指導してくれて、本当に夜明けのサビ前の腕をこう下ろすとこがあるんですけど、そこは全部下ろすんじゃなくて手首から下ろすんだよって言って、うん違うこうって言って教えてくれて、そうですね、もうめちゃめちゃ頼りになります。れい先生はもう師範なので、ちょっとこれからもよろしくお願いしますっていう感じなんですけども、はいはい。そしてですね、その先ほど話にも出ました乃木坂スキッズアクト2が11月10日火曜日から放送開始となります。はい、来週ですね、来週から放送開始となります。今回からその3期生さんとご一緒させていただくということで、そうですね、本当に私たち5人とかはもう全然3期生さんとの絡みが今までなかったので、まあ、これを機にたくさんお話とかさせていただいて、より良いものを作っていけたなって思うんですけども、そうなんです、その時に楽屋であやてぃさんとレノさんとリディアさんとで山下美月さんとって4人でいはって、でお話ししたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかちょっと行けなくて、であやてぃさんともメールで連絡を取らせてもらってるんですけど、今度お仕事で会った時は絶対に声をかけさせていただきますっていうのを、私声かけさせていただきます詐欺を2回してるんですけど、まあ、なかなか行けなくて、でメールで今話しかけに行ってもいいですかっていうのを言って、そしたらいいよって言ってくださったんで、そこに混じってリリアさんとレノさんとアヤディさんと私とさやかの5人で一世の背をやりました。一世の背をしたくてで、そうです。そしたらアヤティさんがリリアさんに耳打ちをして、でそしたらなんかリリアさんが私に向かって好きだよって言ってくださいましたね。